日本大阪府大阪市何枠南波中南波中は大阪市何枠の町名。現行行政地名は南波中一丁目から南波中三丁目。南波中は何枠北東部にあたり南海南波駅南側及び西側に位置する市街地。西で元町、北で中央区南波北東で。 中央区南波千日前、東で、日本橋、南東で日本橋西、南で、四季津東、南西で、四季津西と接する。1980年、元町一の五丁目、新川一の三丁目、南波新地六番町、河原町二丁目、西関谷町一の二丁目、倉前町、船出町一の二丁目、四季津町一の三丁目の各一部から成立した。 教法の大基金を受けて1732年、江戸幕府はこの地に、天領から運上された米を貯蔵し災害時に、使用するための米蔵を、南馬お蔵を建設した。明治維新後も、この蔵は、大蔵省所管の倉庫とされたが、1904年に、大蔵省専売局管轄の大阪第一タバコ、製造所が建てられた。このタバコ工場は1945年3月の、 大阪大空襲で消失した。この跡地に GHQ 経済科学局長、ウィリアム・マーカット少将の支援の下大阪スタジアムが建設された。南海ホークスの大英売却決定後の1989年に南波地区開発協議会が1993年には南波地区土地区画整理組合設立準備会が発足している。南波土地区画整理組合は、 翌1994年に設立認可された。大阪スタジアムは1998年に取り壊され、跡地に2003年ナンバパークスが建設されている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。